ラジオを始めました。受験生応援武田塾中森が送る合格言、こちらですね、毎週金曜日の16時に最新版が更新されます。ぜひですね、受験の合間に、勉強の合間に見てくれれば幸いです。参考にしてみてください。武田塾チャンネル。武田塾の中森です。この動画をご覧になります、グッドボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速今回も質問に答えていきましょう。私への質問がある人は下のコメント欄から質問をお願いいたします。同志社出願できなかったから宅の決定しました。同志社には英語の和訳や英訳ありますけど、Z 会とかスタサプの総計コースを取った方がいいですか。まずね、参考書1冊とか終わらして、その上でその必要だと思ったら取るでいいかなと思います。要はあの辺のコース取る場合でも完全なゼロの人がやる感じではないかなと思うので、例えば和訳だったら英文和訳演習の基礎編とかね、あの辺やって、で英作文だったら例えばハイパートレーニングとか、まあ、ポラリスとか、まあ、トランスフォームとかね、あの辺の、まあ、あのね、ゼロからやっても割といけそうな参考書からやって、一回仕上げた上で、まあ、例えば過去問挑んでみて、あ、これはちょっと添削してもらうと厳しいなみたいなのがあったら、まあ、申し込めばいいんじゃないかなと思います。だからまあ、あのね、とりあえず一冊やってから考えたらいいかなと思いますね。はい。学校の授業だけで成績って伸びるんですか？ね、伸びないと思いますね。っていうのは、その学校の授業で聞いたことをちゃんと自分でね、復習とかやって、完璧にしてんなら、まあ、伸びるとは思うけど、話聞いただけでもなかなか伸びないとは思いますね。よほどの天才じゃない限りは、その聞いただけではやっぱり伸びないかなとは思いますし、あとはそのやっぱね、あと学校にもよるかなとは思いますね。要は受験想定してやってるところとそうじゃないところだと、やっぱ授業のね、内容にも結構隔たりがあるとは思いますし、自分の高校の進学実績とか調べてみて、その平均層は正直学校の授業を真面目に聞いてしっかりやってればいけるし、ある程度上位もいけると思うんですけど、最上位とかのところっていうのは割とね、やっぱその要は学年首位とかの人たちが行くところじゃないですか。それは多分自分で何かやってる可能性が高いかなとは思うんで、まあ、そういうところを目指すなら自分で結構やっていかなきゃいけないかなっていうふうには思いますかね。うん、なんていうか、まあ、選択肢の一つでしかないんで、学校の授業もね、学校の授業を聞いて分かりづらいところは参考書の予備校を使えばいいかなとは思いますし、まあ、その逆もしっかりで、学校の授業でね、しっかり身につけられるなら自分であと復習だけしてやってきゃいいかなと思うから、結局のところ成績上がる手段は何使ってもいいから結果的に上げろって話なんですよね。なので、まあ、自分が使いやすいやつでね、しっかり仕上げていってくれればいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので学校の授業で上がらないことはないけど、授業を聞いてるだけではやっぱり上がらないんでね、そこはしっかり身につけるようにしていきましょうという形ですかね。はい。広島大学が共通テストオンリーにするかみたいなこと書いてましたが、他にもこういうことを言う大学が多くなるんでしょうか。またそのことについてどう思いますか。個人的には2次が得点源なのでちょっと怖いです。まずね、これについては文部科学省とかのページ行くと、コロナ、入試対応とかで調べると多分出てくると思うんだけど、これで、大学ごとにどういう対応するかっていうのが載ってるんで、まあ、それを見てくれればなと思います。まあ、二次がなくなるところとか、オンラインで対応するところとか、まあ、いろいろ、発表されてますね、すでに。なので、まあ、それを見てくれれば、いいんじゃないかなと思いますけど、で、まあ、これについてどう思うかですけど、まあ、しょうがないとは思うけど、まあ、しんどいよね、とは思いますね。まあ正直ね、2時にかけてた人もやっぱいるだろうから、まあとはいえね、事前に僕もね、動画の中でもひょっとしたら共通テストのみで、行うってケースもあるかもよって話は言ってたんで、まあ覚悟してなかったわけじゃないし、まあそうなってもしょうがないかなっていう気持ちはあるけど、いやーでもなーっていう、共通テスト初年度でそれはしんどいよなーとは正直ね、思うかなっていう、なんか環境にだいぶ支配されたよな、そこはっていう気がするんで、まあできればね、その時期を、まあね、できないんだろうけど、時期を遅らせてね、2時なんとかやれないかなっていうのはちょっとありますよね。まあね、まあ、予定が決まってるからそうもいかないんだろうけどね。いろんな大学でこれは起こると思います、正直。まあ実際発表されてるしね。だから、まあ、理不尽に感じてる人もいるだろうし、まあ僕自身もね、残念だなと思ってはいますけど、まあでも大学のせいでもないしなっていうところですかね。こればっかりはね、もう本当にしょうがないかなっていう。オリンピックが、まあ中止になるかもレベルの話してて、やっぱそういう中でね、入試も、まあ、
ね、そうなってしまう部分があるっていうのは、まあ、しょうがないのかなっていう、すっごい嫌だけどっていう感じですかね。まあ、釈然とはしない、まあ、理解はできるけど納得はしがたいぐらいの感覚ですかね。はい、といったところですね。今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。